やってきたのは大阪ナンバー、うん、立派なホテル、すごいと思うね。ユーバーいっぱいいますね。牛だらけですね。え、全部みんな牛ですよ。うわ、これはすごい。え、これ全部牛なの。ユー、ユー、伸びしろユーだらけ。10ヶ月密着したの。対策が急に来たね。え、言うばっかりこんなに。え、学校だ。歌えるのか。みんな歌ってなくなる。え、何の学校。本日エール学園に入学された。エール学園。皆さんをエール学園にお迎えすることができ嬉しく思います。何の学校？東京で、あの、車の大学に入りたいです。ここで来年と違うところってどういうことなのか。エールハイレベル。ハイレベルどこ？京都大学。おー、すごいじゃない。すごいじゃん。みんな受験生よ。ここで学ぶんだ。なるほど。日本の大学を目指す優のための予備校。なるほど、ここの入学式があるんですね。すごいね。どんどん増えてる優たちの伸びしろに注目。なるほど。優向けのカリキュラムで徹底サポートしてるのです。もうじゃあ20年もやってるんだ。こういうの大阪大学。おお、こっち一橋大学。すごいな。運命の合格発表まで密着。十ヶ月密着したの。あ、対策が急に来たね。あ、すごいね。楽しみ。受験よ。どちらのご出身ですか？ベトナムの出身です。ベトナムの方。なんで日本の大学に入りたいなと思いましたか？日本の IT 勉強したい。IT を。世界中で日本の IT 有名だと思う。そうですか。ベトナムでも日本の会社いっぱいあるから。で、日本の大学勉強してベトナムに帰って日本の会社に入りたいと思う。やっぱ企業が世界に進出するってのは大事なんだね。日系企業で働きたい。目指してる大学はどこですか？横浜大学。どうして横浜大学を行くか。新聞で横浜市日本で一番いいと思った。それ聞いたから。なるほど、ありがとうございます。